今回は、3作品目の打ち切りにして週刊少年ジャンプ最後の徳弘先生作品、レスリング with桃子の紹介だ。以前紹介したターヘルアナトミコ、水の友達カッパーマンに続く3作目よね。そうだぜ、その間にスーパージャンプで連載したふんどし刑事ケンちゃんとチャコちゃんもあるが、こっちは打ち切りというよりターちゃんと連載が被って不定期連載からの終了だからな。医療、刑事、カッパときて、本作はレスリングが題材となっている。なかなかマイナーなところをついてきたわね。でも今回も徳弘先生節が楽しみよ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。レスリング with 桃子は、1997年に週刊少年ジャンプにて連載された、徳弘正也先生によるレスリング漫画で、全18話、単行本は全2巻となっている。本作は以前紹介したカッパーマンの自作で、2作品連続での打ち切りとなり、これを最後に活動の場をスーパージャンプへと移すことになる。シェイプアップランのスマッシュヒットに続いて、ターちゃんも大ヒットさせた先生でも連続打ち切りになるシビアすぎる世界よ。しかし本作の後に京志郎2030をヒットさせるわけだから、まさに奇才漫画かと言えるな。では早速、週刊少年ジャンプ最後となった本作のストーリーを見ていこう。とある高校の入学式から物語は始まる。新1年生の持ち合い桃子、彼女が本作の主人公だ。桃子は中学時代、全日本女子レスリングで3年連続チャンピオンになった実力者なんだが、マイナー競技ゆえに周りにはほとんど知られていない。そんな彼女を見つめる一人の生徒、岡井勇。彼は周囲が誰も知らない桃子の経歴を知っているほどの格闘技オタクだ。なんだかゴラムっぽいわね。まだロード・オブ・ザ・リングの映画は存在していない世界線なんだがな。桃子に興味を持った岡は、彼女が学校終わりにトレーニングに向かう道場を訪れる。というかシンプルに尾行して場所を突き止める。おい？結局覗き見しているところがバレるんだが、レスリングの知識が豊富なところで意気投合。実際のスパーリング風景を見学させてもらい、その迫力に感動する岡。しかしこの道場も練習生の減少で閉鎖することが決まっており、レスリングをする場所がない現状を知る。そこで桃子が競技を続けられるように、高校にレスリング部を作ることを約束するんだ。尾行とかしてたから変な人かと思ったけど、いいやつじゃない。美人の桃子とレスリングしたいという下心はてんこ盛りだがな。翌朝、登校してくる生徒に向けて片っ端から募集活動をする岡。しかし反応は今一つ、というか見込みゼロだ。知名度の問題もあるし、厳しいんじゃないかしら？しかし桃子が勧誘すると速攻で二人見つかるぞ。絶対純粋な動機じゃねえなこいつら。ほっそりした和田とぽっちゃりした松並を迎え、ここから4人のレスリング活動が描かれるんだ。さて続いては本作の魅力を紹介していこう。まず一つ目は、マイナースポーツにスポットを当てた点だ。霊長類最強女子と言われる吉田沙織元選手や、木合田でおなじみの浜口京子元選手など、今でこそ知名度のある女子レスリングだが、連載当時はオリンピックに女子種目はなく、地味なスポーツが日本にはあった。と、本作1ページ目に書かれているほどマイナーな競技だったんだ。自虐感が溢れる出だしなのね。本作はそんなマイナー競技にスポットを当て、歴史やルールといった基礎知識から説明してくれており、競技を知らない人でも置いてけぼりにならずに読むことができるんだ。競技の基礎知識がないからそういった解説があると助かるわ。ちなみに徳弘先生は当時、全日本女子の試合を見るため新潟まで足を運んだ際、あの山本キッドのりふみ選手の姉、山本美優元選手を見かけたそうなんだが、しもってる漫画を描いてるのを理由に話しかけられず、残念だった出来事を描いていたぞ。先生のお人柄を知れる貴重エピソードね。その山本美優元選手の功績も作中にしっかり描かれているぜ。また地味というイメージとは裏腹に、アクロバティックで激しい試合というギャップ。この緩急も見どころの一つだと言えるな。さて続く魅力二つ目は、丁寧なチームビルディングを描いている点だ。最初はレスリング同好会として発足した4人、桃子を除く3人は素人同然で、全員体力づくりからという果てしない道のりから始まるんだ。マット運動に走り込みと、基礎の基礎数話をかけて描かれる。本物のゼロスタート、にしても基礎体力づくりに数話も作とだれちゃわないかしら？そういった場面だけならそうかもだが、徳弘先生が描くわけだからお気づきだろう。テンポよくギャグを挟んで退屈させないよう展開されるんだ。美人の桃子に男ども3人、いろいろと手に負えない感が半端なさそう。
ギャグは交えるものの、真剣なチームビルディングの過程が描かれ、自然に物語に引き込む力はさすがと感じたぞ。さて続く魅力三つ目は、登場人物の成長を終える点だ。ある日、中学校時代から金銭を要求してくる立ちの悪い同級生に遭遇してしまう丘。小柄な丘は抵抗できずにずっとたかられっぱなしだったんだが、今回は練習で鍛えたタックルを使い、相手に一撃を入れるんだ。すごいじゃない、地道に練習した甲斐があったわね。まあタックル以降の技を教えてもらっておらず、ボコボコにされるんだがな。先に教えといてあげて。またはダモ自主的に試合を見に行ったり、おふざけする二人に向かって、もっと真面目にレスリングに打ち込めよ。と、不純な動機で入ったとは思えない発言をするようになる。中でも大切なものと引き換えに飛び上がりをマスターする松並は熱いぞ。大切なもの？ああ、彼の宝物であり絶版の幻フィグアサトミ。こちらをマットに固定し、その上で飛び上がりの練習をする。バランスを崩して後ろに倒れるとサトミがプレスされる。まさに背水の陣だ。一人だけ練習方法おかしくないか？おかげで苦手だった飛び上がりをマスターする。しかし、サトミは帰らぬ人となるぞ。松並が不憫すぎる。あと余談だが、彼がサトミをみんなに紹介する際、俺の恋人見せてやるよ。と言ってカバンをゴソゴソするシーンがあり、その時にモモコが、カバンの中に入ってる恋人って手首とか？という失礼なツッコミをしていたのが印象的だったな。本作の舞台は森王朝なんか？こんな感じで素人同然かつ下心ありありで集まった3人だが、競技に興味を持ち、少しずつ成長していく過程は本作の見どころだと感じるぞ。そんなマイナースポーツにスポットを当て、チームビルディングと人物の成長を丁寧に描いた本作。続いては打ち切り理由を紹介していこう。まず理由一つ目は、やはりマイナーすぎた点だろう。マイナー競技にスポットを当てた魅力がある反面、やはりその部分がネックになったとも考えられる。女子レスリングがオリンピックの正式種目に採用され、吉田沙織選手らがメダルを獲得したのが2004年、本作連載の7年後だ。冒頭にも地味って書いてるくらいだし、連載当時は全然普及してなかったってことよね。読者層を考慮するとさらに認知度が下がるだろうからな。そう考えると、もし2004年以降の連載だったら続いていたかもよね。そうだな、誰もが知る競技になってからだとまた見方は変わっていたかもしれないぜ。まあただそっち系のギャグが強いから、変に出荷した可能性も否めないがな。さて続く打ち切り理由二つ目は、連載史問題だ。ギャグを交えつつも、チームビルディングやキャラクター成長を丁寧に描いた本作。ゼロから育っていく魅力はあるものの、少年誌としてはどうしてもインパクトに欠ける印象がある。スポーツ漫画の魅力は試合の要素が大きいものね。1話で題材紹介から方向性の提示、主要キャラが出揃うなど、テンポは良かったものの、数話にわたる練習会、激しい試合が行われることもなければ、ライバルが登場することもない。この流れが地味さを加速させてしまい、読者支持を得にくかったのではないかと考えられる。主要パートはお約束だけど、そのあたりのバランスって難しいわね。試合やライバルといったわかりやすい演出より、努力を地道に積み重ねていく地に足のついた展開は、どちらかというと青年誌向けだったのかもしれないな。さて続く打ち切り理由三つ目は、ギャグが合わなくなってきた可能性が考えられる。徳弘先生といえばぶっちぎったお決まりギャグ。80年代から90年代中頃に連載されたシェイプアップランやターちゃん。このあたりで受け入れられていた表現も、時代の変化とともに徐々に合わなくなってきたという意見があるんだ。そういえば昔は緩かったとか、今だと無理とかってよく聞くものね。もともと好みが大きく分かれる部分でもあるだけに、そこがより顕著になるか時だったのかもしれない。あとレスリングはどうしても密着するから、あれこれ相性が良すぎたのかもしれないな。私の入部希望で。不純なやつ一名追加。先生の作品は下演出と特徴的な絵柄に目が行きがちだが、丁寧に作られたシリアス展開も多く、食わず嫌いされてしまっているのは実にもったいないと感じるんだ。以前紹介したふんどし刑事で心がえぐられたわよ。そういえば後半で桃子と激闘を繰り広げる気だという人物が登場するんだが、修羅の国の彼に似ていて個人的にお気に入りだ。ファルコをボコった名もなき修羅。本作がカッパーマンに続き連続打ち切りになったことで、少年漫画家として生きる道を失い、漫画家生命をかけて臨んだ作品が京志郎2030なんだ。結果は知っての通りで、再びヒット漫画に返り咲く。連続打ち切りからのヒットはさすがよ。
ちなみにスーパージャンプに移った当初は桃子の続編を描くつもりだったらしいんだが、編集長に却下されたことで京志郎が誕生したという経緯があるぞ。続編を描こうとしたってことは、先生にとって本作はお気に入りだったのね。そうだと思うぜ。あとこれは本作と全然関係ないんだが、先生が何十年ぶりにジャンプ編集部に電話した話がもっこり半兵衛の後書きに載っており。漫画家の徳弘です。はぁ？ジャングルの王者ターちゃんを。はぁ？ジャングルの王者ターちゃんです。はぁ？と、ターちゃんとはぁ？を繰り返すやり取りをしたらしく。これはひどい。シェイクアップランって言わないから。京志郎なら伝わる。などの意見が飛び交い、ネット界隈がざわつく事態になったんだ。とりあえずはぁっていうのはどうなのな感じだけど、ちなみに本作と、弟子である小田先生のワンピースの連載が数話だけ被っており、扉絵にちゃっかり小田先生の名前を登場させる粋な計らいを見せてくれたぞ。弟子の連載デビューに合わせたのね、素敵じゃない。レスリングウィズ桃子を知ってる、気になったって人はぜひコメントしてほしいぜ。みんなが考える魅力や打ち切り理由、好きな話などなど、何でも教えてほしいわ。最後までご視聴、ありがとうございました。